はい、こんにちは。今日はですね、ロシアの情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナによるドローン攻撃か。モスクワ南200キロで爆発、3人負傷。ロシアの首都モスクワの南に位置する州で爆発があり、3人が怪我をしました。ロシア国防省はウクライナ側のドローン攻撃によるものだとしています。ロシアメディアによりますと、トゥーラ州キレイフスクで26日、爆発物を積んだ無人機が爆発し、住宅などが被害を受け、3人が怪我をしました。これについてロシア国防省は、ウクライナ側が無人機スポレフ141を使った攻撃を試みたものの、ロシアの電子戦システムにより制御不能となり墜落したと発表しました。一方、ウクライナ外務省はプーチン大統領がベラルーシへの戦術核兵器の配備を表明したことを受けて声明を出し、犯罪者であるプーチン氏による新たな挑発だと非難しました。またポドリャク大統領府長官顧問は、プーチン氏は敗北を恐れていて、脅すことしかできないことを認めていると指摘しています。こうした中、イギリス国防省はロシアが今月だけでイラン製の無人機少なくとも71機を使用したとの最新の分析を発表しました。ロシアは無人機による攻撃を先月下旬に中断していて、イラン製無人機の供給が再開したとの見方を示しています。このように報道されております。この報道が事実だとしますと、可能性は3つあると思います。1点目、25日にプーチン大統領がベラルーシへの戦術核兵器の配備を表明したことをある種正当化するためのロシアプーチン政権によるいわゆる偽旗作戦の可能性。2点目、ウクライナ側のドローンの可能性。3点目、ロシア内部のパルチザン活動による可能性。この3つの可能性が考えられると思います。いずれにいたしましても、この件に関しましてはまだ不明な点も多いと思いますので、この報道に関しましては今後冷静に見極めていくということが重要であると思います。こうした中、次のような報道がされております。ロシア、インドへ兵器供与の約束守れず。ウクライナ侵攻でインド空軍は26日までに、ロシアがインドに示した兵器供与の約束がウクライナ侵攻の影響で守られていないとの現状を明らかにした。インド国会の下院委員会が公表した報告書の中で、空軍の報道担当者が指摘した。兵器の大半の引き渡しが果たされていないとし、ロシア側は文書で提供できないとも伝えてきたという。インドの地元メディアではロシアの兵器製造能力の弱点を示唆する報道や噂が流れていたが、インド当局者がロシア製兵器の輸出の遅延を公式に認めたのは今回が初めて。インドの兵器輸入でロシアは最大の供給国となっており、引き渡しの不履行が両国関係にしこりを残す可能性もある。報告書はインドによる引き取りが遅れている兵器の詳細には触れていない。ただ調達が続いている最大の目玉の兵器はロシアの対空ミサイル S-400 トリウムフで、インドが2018年に54億米ドルで購入していた。ロイター通信によると、同ミサイルの3機はすでに届いたが、残り2機の到着を待っている段階だという。さらにインド空軍の主力であるスホイ 30MKI とミグ29の両戦闘機の補給部品の確保でもロシアに頼っているとした。インドの首都ニューデリーに拠点があるシンクタンク幹部は、インド空軍がロシアによる兵器供給の約束違反を認めるのは非常に深刻な事態と分析。両国関係をかなり長い間悩ませてきた問題を浮き彫りにしたとも説明した。インドは長年にわたり兵器輸入で多様化を図り、ロシアへの過剰な依存を懸念してきたが、ウクライナ危機はこの課題を解決させる努力を加速させることになると説いた。このように報道されております。インドの兵器輸入でロシアは最大の供給国となっておりまして、今回の引き渡しの不履行により、今後インドが武器調達先の多様化を模索し、ロシア依存脱却を加速させる可能性も考えられると思います。インド、武器調達先の多様化模索、ロシア依存脱却へ。ロシア製兵器の最大購入国であるインドは、ロシアがウクライナ侵攻を続け、欧米の制裁に直面している状況下で、国内及び東欧で代替調達先を探している。政府関係者や国防筋によると、インド政府は軍事装備の調達先多様化や国内生産の拡大についてかねてから議論していたが、ウクライナ戦争で緊急性が高まった。防衛アナリストのブラーマチェラニー氏は、ロシア製装備はこれまでインドの需要を十分満たしてきたが、ここ数年はアメリカ、フランス、イスラエルなどから購入を増やしていると指摘。このように報道されております。またロシアがインドに示した兵器供与の約束がウクライナ侵攻の影響で守られていないとの報道や、インドの地元メディアがロシアの
兵器製造能力の弱点を示唆した報道が事実だとしますと、こうしたことの背景の一要因としてはアメリカなどの制裁の効果が表面化し始めている可能性も考えられると思います。アメリカ財務省は2022年10月14日半導体輸出規制などの経済制裁が効果を上げ、ウクライナへの侵攻を続けるロシアが戦車やミサイルなどの武器を作れなくなっているとの報告書をまとめ、制裁がロシア軍の弱体化に効果を発揮していると報告しておりました。さらにアメリカ財務省は2022年11月14日ロシアのウクライナ侵攻を支援する技術を調達しているとして、個人14人と28団体に制裁を科したと報道されておりました。ブリンケンアメリカ国務長官は声明で、アメリカはロシアの軍事サプライチェーン供給網を破壊し、プーチン大統領の支援者だけでなく、ウクライナに対するロシアの残虐行為を支援するあらゆる人々に高い代償を引き続き課すと述べておりました。こうした中、ロシアは西側諸国の経済制裁などで最先端の半導体や部品の入手が困難な情勢に直面していると報道されております。2014年のロシアのクリミア半島併合に対する経済制裁ですら、ロシアの製造業、特に軍事産業に大きな影響を与え、西側諸国の部品を必要とする武器の製造を困難にした。2022年の経済制裁は2014年のそれに比較にならないくらいに厳しい。西側から半導体やベアリングが入手できず、最新鋭の軍事装備品が製造できないロシアはもはや軍事大国とは言えない状況になるであろう。このように報道されておりました。こうした中、インドはインド国産防衛分野の発展にも力を入れていると報道されております。昨年開催されたインド武器見本市では、インドの防衛産業を中心に1300社以上が参加。初の国産攻撃ヘリコプタープラチャンドなど国産兵器を展示。インドのモディ首相は、現在インド国産が防衛分野のサクセスストーリーとなりつつある。防衛分野はチャンスと可能性に満ちている。今後防衛輸出50億ドルを達成する目標を設定したと述べております。このように報道されております。ですので、こうした情勢はインドのロシア製兵器からの脱却を加速させ、インドとロシアの関係が今後大きく変化する可能性を潜在的に内在しているように見えます。こうした様々な報道を見てまいりますと、プーチン政権はロシアにとって最大の武器輸出国であるインドという顧客を将来的に失っていく可能性が出てきているように見えると思います。また今回のロシアプーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵攻で、ロシア製兵器への不信感が広がった可能性が報道されております。アメリカ製の高機動ロケット砲システムハイマースが毎日のように大手を振ってロシア軍の高価値目標を標的にしている中、ロシアは戦場における弱点に対処するため武装ドローンの調達でイランに協力を求めた。ロシア製武器の買い手は確実にこれに気づいている。トルコはこのほどロシア製の最新鋭地対空ミサイルシステム S-400 について追加購入を見送ることを決定。インドやフィリピンはロシアからの軍用ヘリを購入する大型契約を撤回した。ロシアは2017年から21年において世界第2位の武器輸出国であり、世界で市場シェア 19% を握る。インド、中国、エジプトが買い手の上位3カ国だ。武器販売に関する研究機関シピリ、ストックホルムが分析した。中央州陸軍司令官を務めたベン・ホッジス氏は、ロシアの軍需産業はこの全てについて代償を支払うことになるだろうと述べる。アメリカが2度の湾岸戦争でロシア製の軍装備をいとも簡単に破壊すると、ロシア側はイラク軍の練度と運用に問題があるためだと説明していたという。ホッジス氏は、ところがロシア軍のメンバーが運用してもやはりロシア製の軍装備は破壊されたと話す。買い手にとっては真の実力が丸見えになった。意外にもロシアが弱いとの見方が浮上していることで、ロシアにとっては味方についてくれるパートナーや同盟国がさらに少なくなりそうだ。しかも西側の制裁措置による痛みがじわりと経済に広がり、先端技術が枯渇しつつあるタイミングにも重なる。このように報道されておりました。こうした情勢はさらにロシアの東南アジアへの影響力低下を引き起こす可能性があるように見えると思います。ロシアは東南アジアに対する最大の装備供給国でありまして、特にベトナム、マレーシア、インドネシアはこの20年間でスホイ戦闘機をはじめとする大量の装備をロシアから調達してきました。そして現状、ロシアのインドネシア、ベトナムへの兵器輸出がウクライナ侵攻前から減っているとの指摘もありまして、その隙間に他の国が入っていく可能性も指摘されております。
こうした中、ロシアプーチン政権はインドに示した兵器供与の約束をウクライナ侵攻の影響で守ることができていないと報道されておりまして、ロシアプーチン政権はインドまでロシア製兵器からの脱却を加速させる状況を自ら作り出しているように見えます。このことはロシアの軍事大国としての国際的な影響力が低下する可能性を示唆しているように見えると思います。また昨日もお伝えしましたように、ロシアの核ミサイルのエンジンや多目的ディーゼルエンジン、クラッチ、変速装置、スペアパーツなどロシア軍に属する機器用のエンジンと変速装置の最大の製造業者の一つと言われているヤロスラブリモーター工場で火災が発生。ヤロスラブリモーター工場での火災は今年ミサイル生産の増強を推進しているプーチン大統領にとって打撃となる可能性が高いと報道されております。さらに ISW は次のように報告しております。原文が英語でしたので僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。プーチン大統領はロシアは2023年末までに1600両以上の新しい戦車を建造すると発表した。プーチン大統領が表明した2023年のロシアの戦車生産目標は、高度な戦車を迅速に生産するためのロシアの限られた産業能力を無視し、戦場でのロシア軍の戦車の損失を無視しています。ロシアの唯一の戦車生産工場であるウラルバゴンザボドは月に20両の戦車を生産していると報告されている。このペースでプーチン氏の目標を達成するには6年以上かかるだろう。ウラルバゴンザボドは国際的な制裁と熟練労働者の不足により T90 などの最新の戦車の生産を9ヶ月で達成できるほど急速に拡大できる可能性は低い。このように報告されております。こうしたプーチン大統領の発言をアメリカやインド、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどがどのように受け止めているかというのは推して知るべしだと思います。また次のような報道があります。プーチン氏、戦術核配備でベラルーシと合意、米欧戦車のウクライナ供与阻止狙う。ロシアのプーチン大統領は25日にロシア国営テレビが放映したインタビューで、同盟国ベラルーシに戦術核兵器を配備することでベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領と合意したことを明らかにした。ベラルーシの隣国ウクライナに侵略しているロシアは、米欧が供与を表明している戦車などを使ったウクライナによる大規模な領土奪還作戦を強く警戒しており、核の威嚇で供与を阻止する意図があるとみられる。プーチン氏はイギリスがウクライナに戦車チャレンジャー2とセットで劣化ウラン弾を供与することに対応する措置だと主張し、核兵器の配備はルカシェンコ氏の要請に応じたものだと説明した。7月1日までにベラルーシ国内に核兵器の保管施設を設置する方針も示した。ベラルーシに核搭載可能な短距離ミサイルイスカンデルが実戦配備されている点も強調した。このように報道されております。ただですね、ベラルーシへのロシアの核兵器配備は実際に行われれば新たな展開ということではあると思いますが、計画自体は以前から言及されてきたということがあったと思います。今回プーチン大統領がベラルーシに戦術核兵器を配備することについて言及したのは、ロシアにとって通常戦力で劣る NATO に対して軍事面で威嚇するとすれば核兵器を前面に出すほかないという構図を改めて浮き彫りにしたように見えると思います。またロシアの戦術核を搭載できる短距離弾道ミサイルや巡航ミサイルはカリーニングラードにすでに配備されていると見られておりまして、今回のベラルーシに戦術核兵器を配備するとのプーチン大統領の発表には軍事的合理性はほぼないように見えると思います。また今後もしベラルーシにおいてルカシェンコ政権から新たな政権になり、例えば反政権派の象徴でバルト三国の隣国リトアニアに脱出しているスベトラーナ・チハノスカヤ氏のような人がベラルーシの新たな大統領になるということがあれば、ベラルーシに配備されるとされている戦術核兵器は西側諸国ではなくロシアに向く可能性もあると思います。こうした中、さらに次のような報道もあります。南京、女子大生がロシアを脱出していた。足の GPS は機能せず、当局はまだ脱出方法を分かっていない。自らの意に沿わないロシアによるドンバス併合式典について SNS で批判したりしただけで、治安当局に訴追されたロシアの女子大生がいることは以前紹介した。彼女の名はオレシャクリブツォワさん。足には GPS がつけられ自宅軟禁されていたが、実は数日前ロシア脱出に成功していた。私が脱出した方法を彼らはまだ分かっていない。オレシャクリブツォワさん、今はリトアニアにいます。ちなみに今日3月20日から私はロシアで指名手配になりました。オレシャさんがロシアを脱出したのは3月11日。
リトアニアに入ったのは16日でした。一体この間何があったのか、どのような方法でロシアを出国することができたのでしょうか。気になるのは足につけられた GPS のような装置です。これをいつどのように外して当局の目をかいくぐることができたのか聞くと、オレシャクリブツォワさん、支援を必要とする他の人もこの脱出ルートが使えるようにするため、残念ながら詳細を明らかにすることができません。ロシア当局の不手際でもありますが、私が脱出した方法を彼らは未だに分かっていないと思います。実は家を出た時は追跡装置を外していなかったんです。家からかなり離れてから外しました。追跡装置の中に居場所を追跡する GPS が搭載されていると思っている人が多いですが、それは嘘です。自宅には機械が置いてあって、その機械から200メートル離れると私が自宅を出たという信号が当局に送られますが、私がどこに向かったのか追跡することはできません。追跡装置は頻繁に誤作動することもあって、当局が私の家に来たのは翌日でした。実はロシアの治安当局がオレシャさんにつけたのは GPS などで彼女の位置を正確に把握できる装置ではなかったといいます。装置を外すとそれを外した連絡が当局に伝わるが、位置に関しては自宅から200メートル離れると当局に連絡が行く仕組みだったといいます。しかもそれはこれまでにも誤作動が多く、200メートル離れていなくても通報が行くなどしていたため、監視に油断があったというのです。これについて朝日新聞の論説委員小牧氏はこう解説します。ロシアにはよくある話だなと思います。 GPS はお金もかかるし、それを監視する人員も必要になる。誤作動が多かったというのもそうだし、役人の働き方からして翌日家に行くなんていうのもロシアらしい話です。このように報道されております。ロシアプーチン政権はウクライナ情勢をめぐり、その政権のほころびが表面化し始めているように見えると思います。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。